最初のセンターの駐車場から歩いて、最初のミツマタを見つけました。ここでどうなんでしょうね、センターから1キロぐらいでしょうかの距離ですね。これからずっと上がりますけど、間もなくですねだと思います。ここでもミツマタを、発見です。登山道のそばに咲いておりますけども、ここのはもう色がちょっと白いですから、もう盛りが過ぎてこれから散っていく時期なんでしょうね。あと250メーターだそうです。もう三ツ又群生地かなと思いましたら、まだ250メートルありますね。先ほどから50メーターほど上がったとこですね。ここはまだもう白い、先ほどと同じく白い花と黄色い花がまだ混ざって見えますね。この辺からぼつぼつミツマタの群生地に近づきつつあります。この上にもたくさん咲いてますね。ここから両脇にミツマタが広がってきております。これからこの谷側にかけてですね、かなり群生しております。白と黄色のグラデーションが綺麗ですね。展望デッキへ行きましょうか。
先ほど登ってきた道を挟んで向こうの山もミツマタ群生ですね。緑の向こう側に黄色と白いミツマタの花がすごく綺麗ですね。風が強いですね。この音見てください。杉の木は風で擦り合っています。天気はいいんですけどね、雨上がりで風が強いです。